フリーフォール。どうも皆さん、ハローバンワセツです。今回使っていく武器は、ファーローっていうね、サブマシンガンの武器ですね。5つ目ぐらいの、結構最後ら辺のね、武器になります。4点バーストで、レートはね、結構早めですね。おっ。そっちだったか。危なかったぜ。で、レート早めの4点バースト。トリガー引きっぱなしで連続して撃てるっていう性能です。まあ、使ってみた限り、ちょっと遠くの敵ね、狙うの難しいかなっていう感じなんですよね。ちょっとハンドがでかすぎてね。だから今回は、フォアグリップをつけてきています。それと、リロードじゃないな。構えるの早くするクイックドロー。それと、リフレックスサイトですね。アイアンサイトはね、そんなに見にくいってわけでもないですね。危なかった。はぁ、あ。危ね。バッテリー切る。で、今回もスペシャリストは、あれです。ノーマットです。うわぁ、後ろだった。第6巻をつけてるんですけどもね。気づかないな。あ、後ろ。あ、危ね。処理済み。うわ、きそ。こっちか。いや。あって。この迷彩はね、今、バイオレットっていうね、迷彩をつけてるんですけども、これ、ブラックマーケットでね、獲得した迷彩であります。せっかくなんで、つけていこうかなっていう感じで、今、つけてますね。危なかったぞ。あーし。来るかな。あ、いるね。ちょうどいい。俺から行こう。仕留めた。いるんじゃない？この死体に隠れれば、幾分かカモフラージュできる。よっけい。ハイブ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 。お、いいぞ。ハイブされてるな。危ない。俺のハニートラップ、体にくっつけてやったぜ。あれ？オッケーと UAV ね。危なかった。あ、後ろから来てるな。来るのを待って、うっと、そっから顔出してくるか、うまいな。うっと、そっちからも来るか、うまいな。忙しいフリーフォール。今回あ、取られちゃったな。中身がね、もう遠くにいるとき分かんないんですよね。キャバケが不便です。あ、 UAV か。自分の UAV、 あ、危ない。近くにいるな、ここか。よし。いる。いやー、やられちゃったな。UAV は？もう行こう。次、コンカッション投げようってしちゃうな。枠にいっぱいいるぞ。こっから入るか。危ない。危ね。うわ、来そう。あ、来たけど。あ、いる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 。よし。テンペストだったな。危なかった。奥にいるぞ。あ、危ね。右側。左側。大丈夫。そして、海にダイブ。ドーン。どこか来る。UAV飛んでるじゃん。OK。落としたぞ。あ、奥にいるよ。奥にいるのは。ダブルキル。いただき。あ、奥にもいるぞ。あ、危ね、景気感じだった。ハイブを出して、UAV も出して、奥にいるな。当たるかな？危ね。あと一発、奥に、あ、どこ行った？そこにいるな。待て待て。俺も混ぜて。お、ハイブが。ハイブ切る。ここに、キャバケ出す。後ろ。あー、無理だ。逃げ切れなかったな。あと125ポイントで。タローマル呼べたのに。
そしてまた遠くにキャバゲが行ってしまうっていう悲惨なことになってるな。どうせ敵に取られるんでしょ。中身だけ知りたいんだけど。どこどこどこ。片付け。オッケー。あれのキャバゲ。ローリングサンダー。ローリングサンダーちゃん行ってください。ここにゴー。後ろだ。いや前か。よし。おお、いい手。そっちやってくれ。オッケー。おお。うちょ、お、死ぬ死ぬ。うわ。自分のローリングサンダーにやられちゃったな。さっき前にいたよな。あれ？こっちか。まずいな。向こうも近づいてきてる。あぶね。油断しちゃうとすぐ巻かれちゃうからな。油断は禁物だ。来てる。グレネードある。オッケー。バッテリー KIA。上の方にいるんじゃない？うわ、案の定いたよ。ハイブ行きます。そこと、ここと、そこにもやって、そこにもやって、入り口を全部塞ぐ。オッケー。敵の UAV か。どこら辺わからない。あったあったあった。そこだ。待って。全然ダメだ。UAV で位置を確認する。来てるな。オッケー、決まりましたね。はい、この武器はね、すごく使いやすいですね。まあ、近距離もいいし、グリップつけるとね、遠距離も楽々狙えるようになりますね。で、BO2 で考えていただけると、C コム CQB ってね、いう風に、この武器を考えていただければ、まあ、イメージはつかめると思います。俺はお前を殺す。はい、ということでね、今回、ファーローか。ファーローで合ってるのかわからないけど、使いました。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしければ見てください。って、あれ？なんかエンブレムが、名前が違うよね、これ。はい。なんかちょっとバグっちゃってるけど、まあ、よしとしましょう。それじゃあ、またね。